楽曲ジャングルのミュージックビデオを制作したその経緯とか撮影秘話とかがあったら教えてほしいです、はい、なんかあれ本当は最初そのフューチャリングに「バンクソンスター」って言ってるんですけどそれ友達と2人で作ろうという話だったんですけどなんかその日にそのドナテロマサのトラビィスとこがそのスタジオに来てセットリスト組んでたんですよで「いや絶対マサオ君バスケットよ」みたいな友達なんで。 無理やり悟ったら無理やり入ってくれてとかもいろんな支えがあってできた曲なんですけどあれ最初タイトルから決めて入った曲でタイトル何にするみたいになってそれ超難しくて超悩んだたんですけどパッてジャングルって言ってからもう12時間しないでできた曲なんで一番自信がある曲ですねビデオの制作した時のなんか 覚えてることとか、印象的だったことってありますか、はい、はい。えっと、イメージして作ったのは、まずジャングルってタイトルなんで、まず森で撮るのは絶対だということの中に、自分のヒップホップのリリックの中に、シティ、そのコンクリートジャングルっていう面も絶対に映像の中には含めたくて、なんで自分のフットの渋谷とか映して、ただでも渋谷でミュージックビデオなんてもうたくさんある中で見飽きてたんで、 俺らもとりあえずバグっていこうはみたいなもうクソぶっ飛んでみたいな渋谷ロックしに行こうみたいな感じで20人ぐらい友達呼んで渋谷のカラオケ館の真ん前でバーク音で MV 撮ってたら2秒で警察来ましたねなんかそのお巡りさんとのやり取りとかって何かあったんですか、はい、いやなんかそれでなんかもう超バグってたんで友達はなんかいやもう一回音やめようよみたいな やめようみ,たいなみんなそんな感じだったんですけど俺はもうそこまで写したくなっちゃっていやもう絡むっしょみたいな感じで、うん、俺から肩組みに行って警察にそしたらもうカメラマンも,もうノリノリになっちゃって警察撮ってて、まあ、結局モザイクでそこのシーンは写したんですけどなんかまあそこで日和やつとそこでそういうクリエイティブに動けるやつの差はやっぱでかいなと思いますねその時肩組んだお巡りさんとかなんか言われたりとかってあったんですかその時 いやもう、俺もすんごいぶっ飛んでて、もう超パキパキだったんで、いやもう絶対使うから。ごめんね。って言ったら、去って言ったんで、その意思を組んで使いました。